鹿児島南海鉄道の計画路線鹿児島南海鉄道は昭和初期に鹿児島県で川辺郡枕崎町とイブスキ群イブ村を結ぶ鉄道の建設を計画しながら未成に終わった鉄道事業者である国による鉄道建設計画を示した鉄道敷設法の改正鉄道敷設法では薩摩半島における鉄道建設について大正時代の法改正時点で すでに完成していた南札鉄道枕崎線の伊集院加瀬田間を除く西鹿児島からイブ枕崎を経由して加瀬田へ至る薩摩半島を一周鉄道が示されていた昭和初期になるとこの計画に基づく鉄道の建設が順次進められていくことになったまず西海岸を南札鉄道枕崎線が加世田から延伸して年月日に 枕崎まで開通した。また、東海岸では、鉄道省のイブス線が1934年12月19日までに、イブまで開通した。その2路線の建設と同時期に、残る南海岸のイブ枕崎間を結ぶことを計画して設立されたものが、鹿児島南海鉄道である。なお、近畿地方で、鉄道事業を営んでいた南海鉄道とは、 一切無関係である。薩摩半島において実際に設立された他の私鉄である南札鉄道、薩南中央鉄道はどちらも地元の関係者が中心となって設立されたものであった。これに対して鹿児島南海鉄道は主に東京や横浜の資本家が中心となって設立し、これに地元の出資を求めるという形態をとった。 鉄道敷設法の予定線上にあることから将来的な国による買収を見込んだ計画であったとされる。鉄道営業免許の新、延長は25マイル65チェーンとする資料と28マイル65チェーンとする資料がある。期間は国鉄と同じ線67ミリメートルとなっていた。資本金は300万円とされ、 そのうち100万円は地元に出資を求めることになっていた。地元としてはこの鉄道に大いに期待し、多大な支援活動を行おうとした。しかし、昭和初期の景気悪化などを受けて、資本金は30万円しか集まらなかった。このため1932年7月に会社解散を決議して、鉄道不設免許は執行することになり、未成年となった。 国鉄イブスキ線は1936年3月25日にイブスキから一駅だけ延伸して山川に到達し、イブスキ、山川と枕崎を結ぶ国鉄バスが運行されるようになった。第二次世界大戦後、この間にあるエイムラは熱心に鉄道延伸運動を展開し、1948年には村長が上京して陳情を行い、 1953年2月に鉄道建設審議会で建設が採択された。同年12月国会で承認され、1957年1月に着工して、1960年、1963年の2回に渡る延伸で、いぶき枕崎線として枕崎まで全通した。これにより、鹿児島南海鉄道が免許を取得した区間はすべて国鉄の路線として、 建設、開通することになり、薩摩半島一周鉄道が完成した。しかしその後1984年に、鹿児島交通枕崎線が廃止となり、薩摩半島一周鉄道は再び欠けた状態となって、現在に至っている。ありがとうございます。